じゃあ、ライトニングというのに、プレゼン作ってたら、なんかスライドが60枚もあるんで、すごいスピードで飛ばしていきます。自己紹介をしますと、私ずっと植物関係のゲノム解析とデータベース屋でした。シロイヌナズナの4分の1決めたのはうちのグループで、光合成のゲノム解析とかデータベースは藤沢君と一緒にやってまして、後で何度彼もやって。で、アノテーションそもそも論なんですけども、まあそもそもだと、まあ、辞書を引いてくればいいということで、アノテーションというのは注釈、アノテートが注釈するんですね。で、語句や文章の意味を分かりやすく解説することです。で、例えばこれ、アノテーテッド・アリスっていう本があるんですけれども、ルイス・キャロルが書いた不思議の国のアリスなんかは、なんかすごくフランス語と英語をごちゃ混ぜにしたような単語がいっぱいあって、そもそも英語圏の人が読んでも分かんないから、注釈っていうのが本文と同じぐらいの量ついてたりするわけですね。まあ、こういうのがアノテーション。で、ここのところが分からんから、ここに解説が書いてあるってやつです。で、これいつも出すスライドなんですけども、遺伝子っていうのがあって、で、ゲノムっていうのは DNA の海のところどころに遺伝子があるのがゲノムですよ。で、昔の分子生物学者は遺伝子一本釣りしてたわけですけれども、まあ、最近は、ザバーッと全部ゲノム読んじゃうみたいなことをやって、全部お魚捕まえちゃうみたいなことをするわけです。で、遺伝子をその、遺伝子じゃないとこから分けて拾い上げるのが、これが、構造アノテーションですね。遺伝子の構造アノテーションで、それぞれの拾ってきた遺伝子がそれぞれ何やってるのかっていうのを、理解するのが機能アノテーションになります。まあ、これがゲノムのアノテーションですね。で、ゲノムの解析をして、なんか分かんないベタッとした 4種類の文字で書いてあるものを、きれいに仕分けして、どこに何が書いてあるのかっていうのを見つけるのが、ゲノムアノテーションをやってるうちらの仕事になります。で、遺伝子全部を理解して初めてゲノムの理解と言えるわけですけども、完全に理解されたゲノムっていうのはもちろんまだないくらいなわけですね。で、急に昔話になるんですけど、1990年に京大の大学院にいまして、ゼニオ系のミトコンドリアゲノムを決めてました。植物だと単一環状にならないものも多いんですけども、ゼニオ系なんかだと186キロが、単一環状になってまして、で、イニシエのシーケンサーってやつは、まあ、ただの、ケルデン系統です。で、これで、ラジオアイソトープ使ってガーッと流して、で、X-ray フィルムに焼き付けて、で、自分でこう読んでって GATC っていうのでデジタルにして、ようやくこういうのができると。で、こんな手順でやってますから、186キロって7人がかり、陰性が7人がかりで丸2年もかかったんですね。で、186キロなんて今やですね、このイルミナ使うと29秒とかで終わっちゃうわけですね。で、まあ、世の中大変なことになっている。だから、アノテーションしなきゃならないものもとっても増えているわけです。で、当時、ゲノム決めれば、もう行動されている遺伝子を見つけるなんてのは、大上げ振りも取りゃいいだろうって思ってたら、それが大間違いで、まあ、ここにあるようにですね、たくさんイントロンがあったんですね。で、まず ORF を取って、類似配列を計算機を用いて探しました。ライブラリが MDRF で、ソフトウェアバスタです。これは、年寄りにはすごく懐かしい。今時使わないやつ。で、もう当然インターネットなんかもないので、学内にないので、計算センターで内線電話でモデルつけて 2400GPS とかすごいスピードで、テルネット使って、で、検索してたわけで。で、そしたら、逆転写酵素ばっかり出てきて、で、頭を抱えるというようなことになりました。で、これは何でかっていうと、植物オルガネラゲノムに特徴的なイントロンで、グループ1、グループ2というイントロンがあって、自分でこう、イントロンがこう、から転写されたものを折りたたんでですね、で、自分を切るみたいな、こういう RNA 酵素のセルフスプライシングの RNA 酵素がありまして、そこに逆転写酵素みたいなのが、いっぱい書かれてたわけです。で、こいつ、この逆転写酵素みたいなやつが何してるかっていうと、まず、これがエクソンで、でエクソンから、インフレームで、イントロンの中までずっと転写されまして、で、それが翻訳されて、で、マチュレースっていうのができて、まあ、こいつが自分自身を切るみたいなことをやってるんですね。で、このイントロの部分がものすごく大きいので、ORF を取って探したら、まあ、ほとんどがこの逆転写酵素みたいなものばっかりで、本来、見つかるべきですね、ATPS とか全然見つかんないんですね。で、遺伝子探しっていうのはどうも一筋縄ではいかない。こう面白いぞということに、気がつきまして、で、まあ、大学院生の頃からずっとゲノムの解析ばっかりやってます。で、これが、1999年頃のスライドがよく、まあ、あるもんだなって感じなんですけども、当時アラビドプシスですね、シロイヌナズナのゲノム決めてまして、で、シロイヌナズナの、
高等植物で初めてゲノムが決まった白いイナズナやってますよみたいな話をしていました。で、アメリカ3チームでヨーロッパが2チームで日本は千葉県の方がやっていて、で、当時はもう WGS とかじゃなくてですね、ザップとかヤックとかにばらして、さらにそれを M13 にばらして、で、15パケのランダムシーケンスをやって、で、組み上げていくみたいな、まあ、バラしてもう一回つながっていくみたいなことをやっていました。で、まあ、こういうふうに地味にマップを書いてですね、もうこれ一個一個が大体100キロぐらいなんですけれども、ヤックでマップ作って、一個一個に P1 とかに落として、で、まあ、80キロ、100キロぐらいのオーダーをどんどん決めていくと。で、当時やってたアノテーションというのが、ブラストカテシュかけたりですね、センジャー配列にブラストかけたり、あるいは、RNA のデータベースにかけたり、で、サイブラストを、プロテインのデータベースにかけたりして、であとは、DRNA スキャンダルとかですね、スプライシングサイトの、プレディクションのプログラムであるとか、遺伝子のプログラムをかけたりなんかして、で、全部目で見てですね、我々は6000遺伝子やって、トータルで2万5000遺伝子みたいなんですが、全部目で見て、なるほど、こことここのエクソンがこのスプライスサイトにつながるんだねみたいなことをやって、全部テレコンでやりました。で、当時自分で作ったゲノムブラウザですね、まだG モードとかもないんで、ゲノムブラウザを作っちゃったのは申し訳ないという感じなんですが、まあ、こういうふうに、エクソンを封印させていって、で、スプライスサイズのページがあるかどうかみたいなことを全部手で組み上げて、遺伝子を見つけました。まあ、当時こんな精度でやってたわけです。今こんなことをやるやつは誰もいない。で、まあ、全部自動的にかけたわけで、2半期のデータベースに入れたものをこれで表示して、人が目で見て全部遺伝子を組んだので、まあ、当時あんまり RNA-seq とかもなかったんですけど、驚異的に精度が高いのはこういうことをやってたからですね。で、まあ、2万5000ぐらいの遺伝子をみんなで決めましたという話です。で、いろんなプログラムのアウトプットをエビデンスとして総合的に人間の目で見て手で組んで、良い注釈ができましたよみたいなことを当時は言ってました。まあ、今はメーカーとかですね、こういうところまでかなり自動的にやってくれるものがあるので、まあ、ここまでやらんでもいいでしょうとは思うわけです。で、次は、まあ機能を見つけるところなんですが、まあ、NR にブラスター当てときゃいいでしょうってみんな言うんですが、なわけはなくて、まあ、怪しげな実例はこれもいつも出してるんですけど、まあ、シミラーとあれね、モチルトのプレースってものが世の中にあったりですね、まあ、シミラーとをコピペミスしてリーダーとになってたりですね、まあ、トランスとシミラーをしてたり、まあ、この辺のタイプは探せばいくらでも出てきます。でも、まあ、こういうのはまあ可愛らしいもんで、まあ、見てわかる、大したことはないですね。で、まあ、これもいつもの例ですけれども、セプトツールですね、まあ、細胞分裂の時に非常に重要なセプティツールという遺伝子が9月2日になっているというのが、これは実在するわけです。まあ、こういうのは、まあ、どうやって改善するかというのが、まあ、今回のお話だと思うんですけれども、まあ、個人的にはいいパイプラインがあって、まあ、人間が手でやるようなコピペミスみたいなのが入らないいいパイプラインがあって、さらにコピペをしても大丈夫ないいリファレンスというものを整備しなきゃいけないよねっていう、まあ、私的にはこの2つを粛々と進めていくといいんじゃないかなと思っております。すいません、長くなってすいませんでした。